審査員特別賞3の5の T チームは津軽町田祭り町田夢舞一水祭りにおいて素晴らしい踊りを披露され優秀な成績を収められました。その栄誉を称え表します。2023年11月12日津軽町田祭り2023実行委員長大塚信明、はい、おめでとうございます。時間がないのでコメントは、今日は写真です。同じく審査員の特別賞、法政大学工業連の委員会を組んでいただきます。おめでとうございます。続きまして高知県知事賞を発表いたします。高知県
レゼンターは高知県東京事務所副所長崎村敦彦様です。よろしくお願いいたします。高知県知事賞上総三組殿150名です。皆様もう一度盛大な拍手をお願いいたします。続きまして町田市観光コンベンション協会会長賞を発表いたします。町田市観光コンベンション協会会長賞は赤手丸明け星の皆さんです。プレゼンターは町田市観光コンベンション協会会長佐藤徹様、よろしくお願いいたします。町田商工会議所開講賞を発表いたします。町田商工会議所開講賞はマイカの皆様です。よろしくお願いいたします。町田商工会議所会長賞マイカ殿、ありがとうございます。ありがとうございます。
表いたします。町田市長賞は七福よさこい連祝いめでたの皆さんです。おめでとうございます。それではチームの代表の方2名前の方へお越しください。プレゼンターは町田市長石坂丈一様、よろしくお願いいたします。無双殿以下道文です。会長アンドアズ殿、キッチンは町田市夢舞喫水祭りにおいて素晴らしい踊りを披露され優秀な成績を収められました。その栄誉を称します。2023年11月12日ひらり町田祭、2023年実行委員会実行委員長大塚の町、おめでとうございます。トロフィーをお渡しします。もう一個の舞台ジャ
ャンボナルクです。おめでとうございます。まだお菓子。終了させていただきます。皆様最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。受賞チームの皆様、そして本日素晴らしい踊りを披露していただきました踊り手全員の皆様、もう一度盛大な